皆さんこんにちは。今回は選挙権のない10代も声を上げたい、そして秘密保護法をよく知らない人たちにその危険性を知ってもらいたい、そんな思いで企画しました。今日はどうぞよろしくお願いします。知り合いの皆さんこんにちは。お騒がせして申し訳ありません。言いたいことを自由に言いたい、言いたいことを自由に言いたい、秘密にするな、命の問題秘密にするな、都合悪いこと秘密にするな。10代の子が主催のデモってやっぱりなかったと思うんですけど、自分の未来をこう、こういう法律によってもうめちゃくちゃにされちゃうわけじゃないですか。自由がなんかそういう学生とか10代の子はもっと動いてほしいと思います。官邸前のデモがあったから僕たち考え始めたってあると思うんですけど、ただ自分たちのやり方っていうのはまだ別にあってもいいと思うし、コールの仕方とか言い方とか主張とかもっと自分たちで考えてやってもいいんじゃないかって。しか考えないっていうか、なんか立てつけてるのか分かんないけど、そういうのがイライラします。なんかやっぱ変わんないや、あじゃあダメだもういいやってなると、絶対それ狙って政府とかはやったって言って好きなことやると思うんで、こういうのをずっとやめないっていうことがもう一番だと思います。主義主張を言いながら街を歩くとか、まあ、そう街歩かないでもそういうことを言うのが野暮じゃない世の中になってきたらいいな。そんなこと言わないなんてナンセンスだぜっていう感じになっていけばいいなって思います。やっぱり10代が動いてるっていうのはすごい多分上の世代の刺激になるだろうなっていうふうに思ったし、選挙以外の形で政治に参加できるっていう敷居がまたどんどん下がっていけばいいなっていうふうに。どうやってそのメディアと付き合っていくのかってところも含めて、少数精鋭であったとしても若者が100人200人集まってるってことの意味もあると思うんですよね。デモに参加している大人の人たちもそうですし、デモを見る大人の人たちっていうのもすごく若者の主催しているデモってことでインパクトを感じたんじゃないかなっていうふうに。都合悪いこと秘密にされる、都合悪いこと秘密にされる。